はい、皆さんこんにちは。植物写真協会の石井理子です。今回はこういったどこにでもある椿です。椿を撮っていきたいと思います。椿、まあこれ椿って一言で言うとまあ一種類しかないように思えますが、椿ってすごい数の種類があるんですね。で今回はそのたくさんある椿の中で太郎冠者っていう品種の椿を撮っていきたいと思います。まあ椿もワビスケだなんだっていっぱいあるんで、まあ覚える必要はないと思うんですね。まあ椿だなっていうの、まあ椿とサザンカぐらいは分かるようになった方がいいかもしれないですけどね。椿っていうのは基本的にボトッと落ちるんですね、お花全部。サザンカっていうのは花びらが散っていくんですね、一枚一枚。ですので昔の人はあんまり椿好まなかったんですよね、特に武士は。椿が枯れる時っていうのはお花全体がボトッと落ちますから、その落ちた感じがですね、ちょっとこれ言いにくいんですけれども、もう斬首っていうんですかね、昔の処刑方法ですよね。そういうのでこう首が落ちた感じに見えたんで、あんまり武士には好まれなかったんですね、この椿で。まあ今のこの時代はそんなのあんまり気にする人いないんで普通に使いますが、昔は案外意味嫌われてた植物、かわいそうな植物なんですね、椿。まあいろんな街路樹にもなってますし、もう町の中、山の中、森の中、至る所に生えてると思いますが、まあそれだけ強いんですよね、強い植物なんです。その植物自体は強いんですけれども、お花に関してはものすごく弱いんですね。弱いというか綺麗な状態で保っているお花が少ないということなんですね。で今ここにバッと出してますが、これ一個もついてないんですよ。で椿を取る時のポイント、これがもう今回の結論になっちゃうんですけれども、椿は葉を取れって昔から言われてるんですね。花じゃなく葉っぱを取れ、そのぐらいこの葉の処理が難しいんですよね。これ生け花とか他のもの、茶花とかそういうものにも共通してるんですけれども、とにかくこの葉っぱを取れって言うんですね、椿。まあお花はおまけだよみたいな感じ、それはその綺麗なお花が少ないっていうことなんですね。椿ってお花がいっぱい咲くんですけれども、その中からでも綺麗なお花を探すっていうのは結構大変なんで、今回はこの椿の葉の処理のお話をしていきたいと思います。で今ちょっとここから無作為にボッて取ったのがここにあるんですけれども、人間の目で見るのとカメラのレンズ越しに見るのとは見方が違うんですね、見え方が。人間の目ってすごく優秀ですので、この奥行き感とかそういうの全部脳で処理してくれるんで分かっちゃうんですけれども、カメラだと基本2次元になっちゃうんで、奥にあっても手前にあっても1枚の面に全部が集約されちゃうんですね。なんとかそれを隠そうと奥行き感を出そうとしてライティングでこう暗くしたり明るくしたりして奥行き感を出そうとしてるんですけれども、奥行きは出ないんですよね、実際プリントしても平面ですから。でそれで人間の目では綺麗に見えてても写真にするとうるさいっていうのはこの椿なんですね。ですので写真に適したような形に変えてってあげなきゃいけない。で今これこのぐらいの距離だとこの辺が映るんですね。でこの状態で撮るとどうなるか、まあ撮ってみましょうかね。まずどうなっちゃうのか、
まあこう何にも手を入れないで取るとこういう感じになるんですね。もう何にも手入れてないです。手入れないで撮るとこういう写真になるんですけれども、まあ反射し、椿ってこう反射しちゃうんですね、光で。まあこういう感じ、光が当たってない時はドンと落ちて、こういう写真になります。このまんまだと。でも人間の目ではなんか奥行き感があるからそううるさくは見えないんですよね。ですけれども、こっから少しずつ写真に映えるようにしていってみたいと思います。それにはもうどうするかっていうとですね、もうこれ1枚目でですね、これもうだいぶ買ってるんですけれども、ちょっと実際に切ってみますね。もうこれ根元から本当は覗きながらがいいんですけれども、最初のうちはもう慣れてくるとどれが邪魔してんのかなっていうのが分かるんで、こう根元から切ってあげるんですね。まあ俗に言う透かしてあげるっていう感じなんですけれども、こんな感じでザクザクいっちゃっていいと思います。で、自分がこんなかなっていうところまで切っちゃっていい。もうどんどん切っちゃいましょう。これもいらないかな、これもいらないと。今この短い間で2、4、6、8、10、13枚の葉っぱを落としたんですね。13枚落としてどう変わるか、写真が大して変わらないんですよ、これ。13枚落としても、まあこんな感じなんですけれども、まあ先ほどよりは皮少しは減ったかなっていう感じなんですね。で、今13枚落としたんですけれども、そのうちの 5、6 枚っていうのはこう写真に写ってなかったでした。下の方でしたので、写ってるのここでしたから、まあ正確に言うと 5、6 枚落とすと1枚目と2枚目が変わっていくんですね。でもこれはってこれ5枚6枚落としたとしてもこのぐらいの写真になっちゃうんですね。でもこれでもまだうるさいって感じるようでしたら、もうじゃこっからは見ながらでもいいです。ファインダーを覗きながら、これいらないかな、これもいらない、このぐらい落っことしてってあげるんですね。本当は1枚落として撮るっていう方が確実なんですけれども、まあだんだん慣れてくると、まあこっちから見て、ああ、あの葉っぱうるさいな、分かってくるんですよね。分かってくるんで、まあ見なくても撮れるんですよね。と、こういう状態にするとどうなるか。で、撮ってみますね。まあライティングは変えずに撮ってみると、こんな感じ。ね。まあ大して変わらないんじゃん。のかって思うんですけど、人間の目で見るとこれすっごく寂しいんですよ。これだけ葉っぱを落としちゃってますから、バラバラっと。人間の目では寂しいんですけど、写真だとまあちょうどいいかなっていうぐらいになったと思うんですよね。ですので写真と人間の直接見る感じっていうのは違うよっていうのが、この椿でも何でもそうなんですけれども、こう密集して生える植物っていうのはかなり落としてあげないと映えない写真になるんですよね。うるさい写真になっちゃうんですよ。でも自分がまあここまででもういいや、あんまり落としすぎちゃうと1枚とかになっちゃいますから、もうそうすると今度不自然感がすごくなっちゃうんですよね。
もう細工しましたねよねっていう感じになっちゃうんで、まあ自然感を出しつつ見栄えがするかなって、それはもうこう重なってるとあんまり写真って綺麗に見えないんですよね。だからその重なってるところを今落としてったんですよ。そうするとこういう写真になったんです。まあここで葉っぱ、椿は葉を取れなんで葉っぱはいいっつっても、なんかやっぱり寂しいんでお花。これがフラワーポートレートのいいところなんですよ。こういったところで普通これ撮ろうとするとお花の綺麗なところ行って撮ろうとすると思うんですよ。植物園でもどこでも。フラワーポートレートでは逆の考え方するんですよ。お花は後なんですね。じゃなくて葉っぱを先に決めちゃって、お花、綺麗なお花取っといて自分の好きなとこに置いちゃうんです。だから花は後なんです。これがフラワーポートレートのいいとこなんですよね。お花を先に選ぶんではなく形を先に決めて、お花は自分の好きなとこに置いてきちゃうと、これで取るとどうなる、パシッで、これももう自分の納得するようなまで取っちゃってくださいね。もう一回これでバッて取って終わりではなく、もう何枚も取ってほしいんですよね。でお花ない場合とある場合でかなり印象がやっぱり変わってくるんですよ。椿って分かってくるんですよね。でこれも今こうスポット適当に置いただけなんですけれども、もうこれも動かせるんですよね。私下の方がいいって言ったら下の方に置いてくる、で構図ができるんですよね。だからそのお花に惑わされないんですよ。撮るときにまず葉っぱの形を作れちゃうんで、それがいいとこなんですね。でここでもうお花の位置この構図でいいやって言ったら、こっからまたライティングを、先ほどは左斜め上45度から打ってましたけれども、まあ、上から打ってみたり反対側から打ってみたり、こういろいろ打っていただくと、椿の葉っぱってこう光を反射するんで、光を当て方によって見え方も違うんですね。もちろんお花の見え方も違ってくるんですね。すごく明るくなっちゃったり暗く潰れたりですんで、その辺はいつものライティングと一緒です。いろいろ試してみてもらって、いい塩梅のところを残していただく。真正面ってこんな感じで、もうライティングで寂しさ感が出たりするんですよね。お花に集中して光が当たっちゃって、他が全部落ちちゃう、なんか寂しい感じしますよね。逆に全部が映ってくると賑やかな感じが出てくるんですよね。でそういうのもライティングで一つで、今回は一頭しか使ってないんですけども、そんな感じでもうやりようはいくらでもありますので、最初に言った結論みたいに、椿取るときはお花を見るんです。お花は後からです。まず葉っぱです。葉っぱのいいのを自分で作っちゃうんです。このまんまで取れって言ってすごく難しいですよね。でまあ植物園かなんかでも自分がここいらないからなんて切ったりなんかしたら怒られちゃいますからね、できませんけれども、フラワーポートレートこういうお家で撮るときはそういうのが自由にできますんで、ぜひ試してください。切りすぎちゃったったらまた新しいので、今度は慎重に。でやっぱり失敗しないとうまくなっていかないんですよ。だから最初のうちはうまくいかないと思ってください。ほぼほぼで今みたいにこう見、これファインダー見ないで切っていくとほぼほぼ切りすぎます。調子乗って切っていくと本当に坊主になっちゃう。まあその辺の手前でやめる、そのさじ加減
何枚も撮っていけばもう自然と身につきますんで、ぜひこの動画、このチャンネルを見ていただけると、そのやり方もだんだん、ただ見るだけで結構身につくんですよ。こういう植物、いろんな植物これから上げていきますが、その植物によってもやっぱり落とし方って違ってきますんで、まあいろいろこれからもやっていきますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。今回は椿太郎冠者でした。お花に注目するのではなく、葉に注目して撮りましょうというのが結論でした。どうもご視聴ありがとうございました。